はい、皆さんドローン飛ばしますか？トモナンコスです。今日はドローンのこのプロポを使ったトレーナー機能の紹介をしていきたいと思います。簡単に言うとどういうことができるかというと、このプロポを、例えばドローン初心者に渡して、これで操縦させるんですが、危ないなと思った時にそのコントロールを瞬時に奪ってこっち側で操縦できるようにするっていう機能ですね。それを紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日はトレーナー機能についてちょっと説明するんですけれども、まず必要なものをちょっと紹介していきます。まずこちらなんですが、こちら、ラジオマスターから出ているラジオマスター WT01 っていうトレーナードングルになります。今回紹介するのはラジオマスターのプロポを使ったトレーナー機能の紹介なので、この専用のドングル、これを買ってください。これバングッドで売ってます。だいたい20ドルくらいで買えるので、概要欄にリンク貼ってありますのでぜひ買ってみてください。もう一つ必要なのがこのラジオマスターの TX16S ですね。これは一応ラジオマスターのプロポだったら何でもいいとは思うんですけれども、 TX16S が一番使いやすいかなと思いますので、これを用意します。はい、でここに、トレーナードングルを挿すところがあるのでここに挿します。これがティーチャー用のプロポになります。でもう一つスチューデント用のプロポとして、これはベータ FPV のライトレディオっていうプロポなんですけれども、 FR スカイの D8 か D16、または双葉の SFHSS、 この3つですね。この3つのプロトコルのうちどれかが使えるプロポを用意してください。簡単に、この原理についてちょっと説明するんですけれども、この WT01 っていうこのトレーナードングルとこのスチューデントプロポが、バインドされるっている状態です。でこのティーチャープロポからこのドローンにバインドされてるっていう感じですね。なのでこっからこういってこっからこう行くって感じです。こっからこうは行ってないです。こっからこう行ってこっからこうです。で今は ELRS を使ってこれとバインドしています。トレーナー機能っていうのは、そもそもそのスイッチを入れることによって、この今ここにスイッチを割り当ててるんですけども、このスイッチを入れることによって、こっちのコントロールに移すことができると。で戻すとこっちのコントロールに移る。みたいな感じで、もともとは使うものなんですけれども、それを危ないって思った時に瞬時にこれを動かさないといけないっていうところでちょっと難しいので、危ないと思った時にこう危ないなと思った時にこのスティックをパッと動かすことによって、瞬時にその操作を奪うことができるように、中でプログラミングをするっていう風なのが、この動画で紹介する方法になります。じゃあやり方について説明していこうと思います。はい、じゃあまず準備一つ目として、この WT01 とスチューデントプロポをバインドさせます。この WT01 長押しで電源が入ります。で今この状態で離すと、普通に電源入るんですけれども、もう一回ちょっと長押しで電源切ります。この電源を入れるときにずっと長押しをしておく、ずっと長押しをしておくと点滅し始めるんですね。これがバインドモードに入っている状態です。でこの時に、このプロポだったらここにバインドボタンあるので、これをポチッと押してやると、そうすると点滅が早くなります。この点滅早くなった状態でもう一回ポチッと短く押してあげると、こことここがバインドされたっていう状態になります。はい、まずこの準備を一つやっておきます。次に、バインド完了したこのドングルを TX16S のこのトレーナーケーブル入れるジャックに挿します。はい、であとはここの設定をしていきます。で設定をしていくんですけれども、トレーナーで使いたい、モデルを1個作っておいて、そのモデルで、まずドローンとバインドしておきます。でロジカルスイッチっていうのがこのメニューの中に、モデルメニューの中にあるので、それを開いて、これと全く同じ、スイッチ設定にしてください。はい、でこれどういう意味のプログラム、ロジカルスイッチの意味なのかというと、
まずエールロン、これが、中央よりも少しでもずれていたらスイッチオンになる。でエレベーターも中央より少しでもずれていたらスイッチオンになると。でスロットルは0より、一番下よりもちょっと動かすとスイッチオンになる。ラダーもちょっと動かすとスイッチオンになるっていう風に、スイッチオンのまずトリガーを決めておいて、どれか一つでも動いたらそのスイッチオンになった状態でトレーナー機能が働くようにしているっていうような状況になります。例えばこのスロットルをの動きを入れたくなければ、これこの L03 っていうやつを消せばいいし、ラダーを入れたくなければラダーを消せばいいしっていう感じで、でこの L01 から L07 の、トリガーに対して、L09 のところに、この、トリガーが働いていて、なおかつ SA スイッチが上この、ここの位置にある時だけ最終的なトレーナーのスイッチが入るようになってます。でそのトレーナーのスイッチっていうのがこのスペシャルファンクションズっていうところに入れてるんですけれども、この SF1 のさっきのこの L09 っていうスイッチがオンになってる時にこのトレーナーのチャンネル、トレーナー機能のチャンネルがオンになるようにここのスイッチ、このチェックマークを入れておくっていう感じですね。この通りに設定してもらえればちゃんと働くので、やってみてください。で、ちゃんと設定できていると、このトリガーが働いていない今ニュートラルな状態だとこっちのプロポで操作することができて、ちょっとでもこのトリガーが動くと、例えばこのスロットルをちょっと上に上げたりするとこっちにコントロールが移るっていう風な形になります。はい、でまた戻すとこっちに主導権が戻るって感じです。なんで実際の運用としては、危ないと思った時にちょっとスロットル上げて自分で操作を戻して安全になったらせーので操作を移すっていう感じにするといいかなと思います。で最後に注意事項をちょっと説明するんですけれども、今、これとこの機体がバインドされていて、今こっちに主導権があるのでアームすると、アームが聞いて普通に操縦できるんですけれども、この状態でちょっとね、じゃあ例えばこっちに主導権を移す、そうすると今止まっちゃったと思うんですが、これは要するに今こっちに主導権が移ってる時にこっちのプロポのアームスイッチが入ってない状態だとアームが切れちゃうんですね。なのでこっちのスイッチ設定とこっちのスイッチ設定を合わせておく必要があります。はい、なので、例えばこのベータ FPV のライトレディオだとチャンネル 1234 AUX、1234っていうのが割り当てられているので、アームを入れるアーム、これがアームボタンで割り当ててあるんだったらこっちのアームボタン、こっちだとここに今割り当ててるんですが、これもちゃんとオンにしといてあげないと操作を奪った時にアームが入らないですね。こんな感じで、はい、これちゃんと入れとけば操作を奪った時も、入ります。あとモードも同様ですね。モードスイッチは、こちらとここに入ってるし、こちらとここに入ってるので、それもちゃんと合わせておく必要があります。はい、そこはちゃんと、うまく設定しておいてあげると、うまく働いてくれるかなと思います。覚えるのはちょっと大変なんですけれども、そこは、注意してみてください。はい、こんな感じです。以上がこちらのトレーナードングル WT01 の使い方説明でした。はい、実際の運用に合わせてさっきのロジカルスイッチの方は、変えておくと、変えていくと使いやすい設定が見つかるのかなと思います。
まあ、僕も体験会とかで使ってるんですけれども、まあ、もうちょっといい運用方法があったらまたシェアしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。このチャンネルではこのようにドローンのことでしたり、いろいろガジェットについての情報を発信しています。なるべく分かりやすく情報をまとめて発信してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこの動画参考になりましたら、いいねボタンを押していただけと嬉しいです。それでは、本日もご視聴いただきありがとうございました。さよなら。